広島ドローンフライズの松山翔吾です。はい、お願いします。ようやくね、新しいシーズンが始まったということで、ワクワクした気持ちで今いるとともに体がバキバキです。もうね、みんなと一緒にやるのがもう大変で、もうヒーヒー言いながら自分のお尻を叩きながら頑張ってやってます。はい、なのかな。はい、お願いします。はい、いや、できてないけど。いいよ。両親がやってたから、チームで一番仲いい。でもここ最近ずっと寮といた。肉？わかんない。なんだろう。いつも上がってる。なんだろう。朝。アベンジャーズ。ない。赤ちゃん。何も考えなくて、もう楽でいいかな。そうだね、なんかイベントとか、プライベートでもなんかよく一緒にいることが多くて、逆にめちゃめちゃ一番年が離れてるんじゃないかな。だけどなんかすごいね、可愛い弟みたいな感じで、なんか一緒にいることが多かったかな。だから、みんなね、みんな仲いいんだけど、仲いいっていうか、みんなに多分気使われてるからなんだけど、なんかその中でも、なんかここ、数ヶ月、なんかすごい亮とずっと一緒にいたかなっていうイメージだったな。なんかね、すごいなんか最近なんか恋愛トークしてる。そう、いや、それはでも俺の口からは言えないわ。ちょっと聞いてみて。はい。全然面白いのが思い込まなかった。もう全然分かんなかった。もう何だろうなと思って、笑いって言葉にしようかなと思ったんだけど、でもなと思った時に全然なんか面白いことを言おうと頑張って頑張って出てきたのが結局何のオチもない自分の一文字っていうね。でもなんかずっとこの世界に入ってきてから、なんかみんなに朝とか朝さんとかって言われることが多いから、なんかそれかなと思って。やっぱ笑いって言葉じゃないかな。それは理由聞かないの。いや、それは理由聞かないの。いや、ずっと考えてでしょ。考えて言われた時に出てくる言葉が言われて、あ、そうですかーで終わっちゃうんだったら、なんかすごいなんか俺寂しくなる。一応聞いてよ、大した理由はないから。みんながね、笑顔でいたらやっぱ幸せだし平和だし、ワンシーズンね、戦い抜いた後に笑顔で終えることが一番いいかなっていう。綺麗にまとまったでしょ。こういうこと言いたかったんだから。はい、はい、皆さん今シーズンも共に熱くなりましょう。 YouTube のコメント、 SNS、なんだっけ、高評価決していらないですよ。